さんこんにちは、さよさこころです。今回は最近コメントについて返信をあまりしていなかったので、コメント返信を動画でやりたいと思います。いや、読んでないわけじゃないんですよ。読んではいるんですけど、返信をねしてなかったのでね、コメント返信の動画を撮りたいと思います。まず最近すごく人気のある動画、菊池彩香ちゃんですね、動画はどんどん見られております。その菊池彩香ちゃんが素振り1日1000回しますっていう動画を上げたんですが、その動画についてコメントをたくさん来てたので、そのコメントを答えていきたいと思います。はい、まず上からいきますですね。なんていい音なんだろう。そうですね、私も一緒に回っててこんな音するのドライバーって何度も思いました。本当に何ですか、重くていい音で、なんか何回も見れる、何回も聞いてられるなと感じました。最近心さんスクエアに構えて左に振り抜いていますね。特に純ちゃんとのラウンドでそうなってる気がする。狙いは何か。やはりちょっとずつなんか右に向いていく傾向が強くて、その右に向いて右に打ち出してスピンアウトしながらドローみたいなのを直したくて、なるべくやっぱまっすぐ立っていいドローボールを打つにはどうしたらいいのかっていうのを考えるためにスクエアに構えて、この手の回線、まあ、今レッスンでやってることなんですが、そういうのもうまくいいスイングになるためにスクエアに構えるように心がけています。可能なら後ろからのスロー映像を続けてほしいです。少しでも参考にしたいので。そうですね、言っておきます、スロー多めにね、今後もね入れていきたいと思います。わかります、スローって見えますもんね、いろんないいところも悪いところも見えますが、本当に参考になると思うので、スロー映像これからも多めに取り入れたいと思います。縦振りだがためができ、結果スイングプレーン通り、俺の追い求めてるスイングでもこれが難しいんだな。本当そうですね、私もためなんか縦にするとこのクッっていう、このクッっていうためが結構こうバイーンってすぐ打ちに行っちゃうみたいな、ためができにくくなるイメージはあるんですが、本当に彩香ちゃんはしっかり縦に上げてグンと溜めてバッとリリースして、みんなかっこいいなと思います。プロテスト頑張れ、それとまたリンゴルグ出てね。はい、皆さんぜひ彩香ちゃんのプロテスト応援してほしいです。そしてね、またぜひリンゴルフにも出てもらいたいと思ってますので、楽しみにしていてください。マークさんとの動画を楽しみにしています。はい、もう上がってますね。マークさんもすごく縦ごとについて詳しく教えていただきました。あの後ね、家でね縦ごとの使い方を学んだのやってます。近い未来、あの時リンゴに出てた子だと思う日が来ます。そうですね、近い将来、彩香ちゃんがプロテストを合格したら、はあ、リンゴルフで撮影してて、あの時の彩香ちゃんが今こうかみたいな感じになってほしいですね。はい、お二人ともお疲れ様です。素晴らしいプレーで毎日更新楽しみでした。今回特に彩香ちゃんこれからも応援しています。はい、今回本当に彩香ちゃんの動画は本当最初から最後までたくさんの方に見ていただきました。はい、今でも伸び続けています。ぜひまた彩香ちゃんのラウンド動画をお願いしたいと思いますので、楽しみに待っててください。素振り、いつも気持ちを落ち着けるためにやってました。ちょっと意識してみます。ナイスプレーでした。勉強できたので、これから打ちっぱなしにできます。はい、この動画を見て打ちっぱなしに早速行ってくれた方もいらっしゃったみたいですね。でも私もいいスイングしてる人のフォームとか動画とか、まあ、インスタグラムとかもそうなんですが、見ると思わずもううずうずして打ちっぱなしに行ってしまいます。素振り意識して素振りのように本番打つみたいな感じ、ぜひ皆さんもやってみてほしいです。
一連の動画ですっかり彩香ちゃんのファンになりました。今後の活躍を期待しています。私も期待してます。まあ、彩香ちゃんならやってくれるんじゃないかなと思ってます。りさちゃん、塩田さん、彩香さんのガチラウンドが見たい。そうですね、この3人が揃うと本当なのかっこいいラウンド動画になるんじゃないかなと思います。いつかね、そんなミラクルなすごいですね、ラウンド動画もやりたいなと思います。はい、って感じですかね。以上、あの菊池彩香ちゃんが旋回素振りやってますっていう動画にかコメントの紹介でした。では次回の動画も楽しみにしてください。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。